筋編みのご説明をさせていただきます。筋編みは細編みを、針を入れる位置を変えることで筋状に模様を出すことができまして、それを筋編みと申します。まず普通の細編みですと針を入れる位置はこちらですね、鎖状になっている鎖を2本ともすくうのが細編みなんですが、筋編みは手前はすくわずに上の方の部分だけをすくいます。こちらに針を入れていただいて、細編みと同じように針に2本、その後全部抜きます。そうすると手前に残しておいた部分がですね、筋のように残ります。もう一度いたします。上の部分だけをすくって抜きます。上の部分だけをすくって針に2本で抜きます。上の部分だけをすくって針を入れると、このように手前の部分が筋状に残ります。これを筋編みと言います。